平野さんが出演する CM が決まれば、エンターテインメント業界にも影響が及ぶかもしれません。企業の CM 争奪戦勃発で出演量も期待超えと話題になっている。こんにちは、SMTV の皆さん。ナンバーの平野紫仕さんが1月29日に27歳の誕生日を迎え、それを祝福した企業の一つが大手遠慮メーカーのサントリーでした。サントリーは29日の深夜、 公式 x ンツイッターで平野さんに誕生日おめでとうございますとコメントとともに、ハッピーバースデーの文字を自社の水亀で囲む写真をアップしました。誰の誕生日を祝っているのかは明言されていませんが、27本の水亀で平野さんの年齢と同じ27歳であることが確認できます。平野さんの誕生日を祝ったとも思えるこのポストに、ファンたちは CM 出演に期待を寄せています。 以前はスマイルアップの CM に出演していましたが、最近は CM 出演がなかった平野さんがサントリーの可能性も浮上しているようです。過去にはスマップの解散後、ジャニーズ事務所を離れた草坊、香取慎吾、稲垣五郎の3人を積極的に CM に起用したのがサントリーでした。そのため、今回も平野潮さんを起用する可能性が高まっています。 当時、他の企業はジャニーズタレントを CM に起用することに消極的でしたが、サントリーは積極的に活用し、今でも3人が CM に出演しています。平野さんが出演する CM が決まれば、エンターテイメント業界にも影響が及ぶかもしれません。性加害問題により、スポンサーが離れる中、事務所を辞めたタレントが CM に出演することで、業界全体に新たな風が吹く可能性もあります。 さらに、平野さんの広告効果も話題です。去年9月にサントリーの新社長が発表した新キャンペーンでは、平野さんの巨大な広告が東京渋谷の宮下パークに出現し、ジングル前6丁目一体が注目を集めました。サントリーは以前、ジャニーズのタレントを CM に起用することで国際的な非難を浴びる可能性があると発言していましたが、 それを乗り越えてのプロジェクトとされ、平野さんの企業料は約6000万円と言われています。平野信用さんは、ルイ・ヴィトンやイブ・サン・ローラン・ウォーテとのパートナーシップ契約を結び、アジアアンバサダーにも任命されるなど、高い影響力を持つタレントの一人です。その魅力は、インスタグラムのフォロワー数と、意欲的な女性たちが彼を支持していることにあります。一方で、以前は P&G のファブリーズ CM に出演していましたが、 新キャラクターが登場してからは売り上げが減少。そんな中、他の大手クライアントたちが平野さんの広告を狙って争奪戦を繰り広げています。特に保険会社や自動車メーカー、不動産関連のクライアントが8000万円から1億円といった高額な出演料で引き寄せようとしているとの噂もあります。このプロジェクトにはトベゼン事務所が参加し、平野さんをめぐる争奪戦は続いています。 今後はさらなる動きが期待される中、ファンとしては新しい展開にワクワクしています。一方で、残念なお知らせもあります。とべ、社長の滝沢秀明氏が、所属タレントが使用するスタジオやロケ地での迷惑行為に注意を呼びかけました。一部のファンが通常のスタジオ営業に支障をきたす行動をしているとの連絡があり、今後も撮影協力していただく場所が減ってしまう可能性があるとしています。皆様には、 アーティストの活動に支障が出ないよう、ご理解とご協力をお願いいたします。今回の記事では、平野紫洋さんの誕生日祝福から始まる CM 出演や広告効果、クライアントたちの争奪戦、そしてエンターテイメント業界の動向など、多岐にわたる要素を取り上げました。これからも注目が集まる平野紫洋さんの動向に期待が高まりますね。